ナボはヤスと離婚するまで女の子と遊んだら不倫になるの？いや不倫にはなるんだろうね。でも遊び方によるんじゃない？まだね、奥さんとしてね、名前書かれて奥さん捕まってんだよ。奥さんになっちゃってる人が捕まってんの今。すごいよね。面会行ってみよう。なんか面会なんて言ったら、もうどんどんなんかさ、悪い方向に行くだろ。手紙はなんか、金梅さんのところに届いてたらしいよ。そう、獄中からの手紙が。で、金梅さんがこうやって見せてたみたい。俺のところではさすがに届けられないんだと思う。俺が被害者サイドにいるわけじゃん。さすがにナーボーの家に手紙送りたいですっつっても、警察側が許可しないでしょっていう。来たらビビるよ。警察何してんだよって話になるから。ナーボーは示談とか応じんの？いや示談とか応じない。もういいじゃん、二人で幸せになったら。いや、よくねえよ。一番したくない妥協だわ。俺ね、32年間、たくさん妥協してきたけども、ここだけは妥協しないって決めてんの。マジで。ここ妥協したら、多分、人間辞めることになるから。ここだけは絶対妥協しない、諦めないって決めてんの。今って留置所なの？知らない？離婚じゃなくて、無効にしないといけないから。絶対罰はつくの？罰はつかない。罰っていうのは、離婚することになるわけじゃん。離婚っていうのはお互いの意思がないと離婚できないのよ。お互い、僕が離婚したいですっつって、私も離婚したいです、これで離婚成立でしょ。超簡単に説明したら、一方的に離婚することって基本的にできないのね。で、離婚が確定した瞬間に結婚したことも確定したことになるの。結婚も了承したことになるの嫌じゃない、ね、戸籍から、そう、罰はついても戸籍から外せるみたいになってます。離婚を認めるってことは、ね、結婚したことも認めることになるから無効、ね、どうしたら解決？それは裁判するんだよ。これが事実じゃない、あ、事実か事実じゃないかみたいな、それを取り消すための裁判をするの。あと1年ぐらいかんじゃない？裁判傍聴できんのかな？知らねえ。なんか俺ね、あんま詳しくないんだよね。お金ユリアに請求しないとな。いやだから、お金を請求、なんかもう金とかは別にいいの。そう、金とかじゃなくて、戸籍とかに知らない人の名前が入ってんのが嫌なの、俺は。いくらかかってもいいし、別にお金なんて稼げばいいから、いくらかかってもいいから、マジでなかったことにしたいの。しかも俺がしたことじゃないのに。ただそれだけ。別に裁判費用とかは別にもうかかんないよ。もうその初期費用でもうお支払いしてるわけじゃん。これ以上かかるのはもう成功報酬として払うから、俺の財布から抜けることはもうないよ。裁判終わるまで他の女の子と結婚は無理なの。絶対無理だよ。戸籍上奥さんがいる形になってんのに、新しい奥さんどこに書くの？無理なのよ絶対。こういうこともあるから皆さん気をつけてくださいねっていう、人事じゃないですよ正直。クレイジーなやつはもうやっぱりね、いるからね。裁判時間かかるから。だから、同じ島で最近バンになっちゃったけども、訴えてやる、訴えてやるみたいな。ね、お前今のコメント絶対許さないからな、訴えてやるとか言ってる、配信者いるじゃん。みたいな。どんだけ時間かかるか知ってんのかなって本当に思っちゃう。んなコメント一つ、許してあれよって思っちゃう。うん、何年かかると思ってんだよ、一個解決するまでに。お前を訴えたら家の家賃ぐらい1ヶ月分ぐらい払えるなとか言ってっけど、じゃあ訴えを起こすことによって家の家賃飛んでるからね、家の家賃1ヶ月分ぐらい軽く飛ぶからね。ね、開示請求してね、じゃあ訴訟を起こすためにいくらかかるか知らないからそんなこと言うんじゃないのって思っちゃうぐらい、マジかっていうこと言うからね、びっくりするよね。俺は実際訴え起こしてるからわかるけど、こんなん言ってると訴えられるぞ。ね、訴えられるかもしんない。抵抗しよう、必要。そうだね、開示請求とか回した。でも開示請求とか、結構現実味ある金額らしいよ。もう俺もなんか開示請求とか考えたことないからわかんないけど。ね、なお開示請求したことない。んな。開示請求したことないな。敗訴してるから知ってはいるんじゃない？自分から訴え起こして敗訴してんの？あ、そうだよね。水には毎日開示請求してんの。え、じゃあ開示請求貧乏の可能性あるくない？めっちゃ開示請求しまくって、金ないみたいな。うん。開示請求までは簡単だから。相手の有無とか必要ないの、開示請求って。で、ここに書かれてるコメント誰だろうな、つってめくる作業だから。うん。開示請求は頼んだらやってもらって、ね、もう一方的にできるから。あれって SNS やめた方がよくない？なんか、ミズヤンの放送の仕方めちゃめちゃ面白いよ。もう。すごい、最初匿名コメントつけて、やっぱ荒れてくんの。ブワーって荒れてくんのよ。荒れてきたら、お前絶対許さねえって言いながら、匿名外して、ほら、言えねえだろ？言えねえよな？言えねえよな？だからさ、お前絶対許さねえかんな、つって、匿名外して一回言うの。一回言ってから、やっぱりコメント動かなくなるから、やっぱコメント欲しいんだろうね。で、それで、匿名もう一回入れ直すの。しかも、匿名入れ直しますとか言わずに、もうサイレントで入れ直すの。
ここがね結構ね面白いの。やり方こすいと思うじゃん。いやでもこれねリスナーを教育してるんだと思う。水にゃんなりに言っちゃダメなこと言ったらね匿名切っちゃうよっつって餌を引くみたいな感じで教育なんだと思う。リスナーのね匿名コメントモードが餌だとしたらお前餌あげないよっつって引くみたいなね。おとなしくできるんだな、じゃあ餌やるみたいな。ブロックしてからそうで、俺これチャンスだって思ったの。匿名モードでブロックされたらそのまま飛ばされちゃうのかどうなるのかっていうのを匿名コメントしたことないし匿名コメントでブロックされたことがないからどうなるんだろうと思ってこれを機にブロックされてみようと思ったの。匿名コメント入れてるから。だからそのなんかペカコペカコみたいなペタンペタンって超連投したんだけどブロックされなかったっていう。ペタンペタンってずっと連投したんだけどブロックされなかったからなんか検証できなかったっていう。ペガコさんのこと言われるのなんかすげえ嫌だみたいな感じで怒ってた最中にずっとペタンペタンペタンとか言って言いまくったんだけどなんかされなかったっていう。そう最初って震えたね。やっぱり人の嫌がることをずっと連投でやるんだから、いやこれやってるアンチの皆さんは結構なんかね心臓に毛が生えてるなと思ってすごいドキドキしたの。俺は人が嫌がること分かっててやるから大丈夫かなみたいな、バレたら怖いなとかいろいろ考えながら震えながら俺送信ボタン30回を押しただけどブロックされなかった。We'll be right back.